さあ高い注目の1球目です。ストレート打ち返した、ファウルボールです。139キロ。ランナースタート、空振り、セカンドに送球してタッチはマウンド上はゴールデンルーキーの高井。ストレート145キロ空振り、ストレートを投げていきました。2球目ストレート140、ここぞとばかりに全力投球です。カウントはワンエンドワン、ストレート143キロインコース3回まで来ています。カウントはワンツー、これもストレート外れてワンスリー、浮かべています清原。カウントワンスリー、高めに外れました。明らかに力んでしまい、4時間受付をしております。142キロ力があるストレート、カウントはツーナスティング、ワンアウトランナーありません。打順1番に帰って曽川です。右へファウルボール146キロ、ポジションに何らかの問題が生じた時でしょうと若松監督は話しています。ストレート145キロ、ボール、そして力、もうこれは当然一軍でも通用するレベルと話したのはヤクルトの小川監督。カウントはツーナスティングです。ストレートの後は変化球、落としてきた、バットが回りました、空振り。第2打席です。マウンド上はヤクルトのゴールデンルーキー高井。初球ストレート142キロインコースにズバッと浮かべていた第1打席、初球はストレート。2球目打った、ライトへ、ボールはぐんぐん伸びていく、宮根が追っていく、フェンスに当たりました、フェア、